国枝四郎作「恩室の恋」「一」「中央線基礎福島」「ただこう口の中で言っただけでも私の心は踊り立つ」「それほど私はその町を見捨てられたようなその町を限りなくすいているのであった」「人情」 風俗、参戦の姿、福島の町の一切のものが、私には愛らしく好ましい。とはいえ、私は、二度と再びその町を訪ねようとは思わない。なんと矛盾した考えではないか。しかし、私がその町で親しく経験した。 不思議な事件の恋物語を聞かれたなら、おそらく誰でもが、この矛盾を認め、頷かれるに違いない。で、私は、これからその不思議な恋愛悲劇のあらましについて、物語の筆を進めようと思う。基礎の盆踊りを見ようと思って、8月の終わりに福島へ行った。 渓流と水乱の相迫った突骨とした風景がどんなに私を喜ばせたか。そして盆踊りの大しさには私は肝さえ潰したのである。一千に近い大衆が狭い町筋に楕円を描いて夜の七八時から翌朝まで文字通り夢中に踊り抜くのである。 新卒な文句、単調な身振り、節は誰も知っている中典さんである。私は踊りを見ているうちに、嬉しさに胸が踊ってきた。そうして全くおかしなことには、踊り子の中の女たちが声を揃えて歌い出したときには、涙が目からこぼれたのであった。 なんて幸福そうに歌っていることだろう。こう思った瞬間、目頭からひょいと涙が出たらしい。そうして涙がこぼれると、一緒にどうやらこんなことを呟いたらしい。俺は福島を祝福する。どうしたってこの町に住まないではおかぬ。そうして実際、 その時以来、私は福島に住むようになった。私はその時独身ではあったし、それに私の商売なるものが、商売というのもおこがましいが、売文によって口過すぎをなし、それも通俗者の小説などで、暮らしを営んでおったので、どこへ住もうとままであった。 住めば住むほど福島という町は、私の趣味にぴったりと叶った、どうにも離れがたい町となってきた。そのうちに誰か彼か地域もできて、料理屋などとも懇意になった。見ます屋というのは、表通りの上町にできている飲食店であったが、主人というのが、 元を正せば洋服を着た方の種類の人で、証人離れがしている上に、女将さんというのが身の生まれの合成色っぽい別品だったので、素敵もない繁盛を見せていた。軍役所、税務所の若い役人や、山林学校の先生や、林野管理局の若手連が、クラブのようにして集まるので、いつもそのうちは賑やかであった。 いつか私もその見ます屋の常連の一人になっていたところが、大きい声では言われないが、そこの女将さんのお菅さんに人知れず思いを焦がしてさえいた。しかし私が語ろうとする不思議を極めた恋愛というのは、決して私とお菅さんとの二人の間にかもされたところの、そんな恋愛のことなのではないので、 どういたしまして、私などはいつも気の利いた恋愛からは仲間外れにされる玉の方で、よくよく運のいい時でも脇役にしか回れないのである。そして本当にその時の事件でも私は脇役に回されていた。事件の始まりは今も記した飲食店の見ます屋からで、 ある日私は、心安そうにその家の角口をくぐったものである。秋の半ばではあったけれど、何を新州の高原地帯の基礎の福島であったから、寒さはすでに冬に近く、こたつの欲しい陽気であった。主人の仁太郎氏は、ちょうど留守で、大ぶりの欅の長火鉢の前には、 おすさんばかりが座っていたが、私を見るとうなずいて見せた。紫の手柄の大丸曲げに黒襟をかけた銘線の合わせを丹前の下に着込んでいるのが商売柄途方もなく行きであった。私はのそのそ上がり込んで、長火鉢の向こう側へ座ろうとしたが、見ればそこは塞がっている。 気高いほど美貌の青年が、悠然と座っているではないか。私はその横へ座ったが、言葉を出すことさえできなかった。異常に優れた人間の美は、人の声をさえも封じるものと見える。私はかつてある新聞の劇評記者をしたこともあって、芝居の楽屋へもよく入り、 戦尺だの、福助だの、千代之助だのの、秀麗な俳優たちの素顔なども、珍しからず見ているが、その時の青年に比べると、姿なり、要望なり、及びもつかぬ。無駄な形容はやめることにしよう。かえってその美を傷つけるようなものだ。その青年を眺めた時、 卒年と私の思い出したのは、ワイルドの書いたドリアン・グレーのことで、日本のワイルドたるマハシ人の谷崎潤一郎氏にでも見せたなら、どんなに随気することだろう。そんなことをさえ思ったものである。と、お菅さんが私に言った。この方、あなたを待っていらっしゃったのよ。 ええ、もう今から二時間も前から。あなた、この方知っていらっしゃるでしょ往来でちょいちょいお会いしたはずですよ。二。そう言われて私は気がついたのだが、なるほどその青年とは行き合っている。しかも三回ほど行き合っている。それも三回とも。 謎の女と連れ立っていたように思われる。現実主義の私としては、謎の女などというそういう言葉には、一向同情がないはずであるのに、その女だけには、その言葉が馬鹿にしっくり当てはまっているので、町の人たちと同じように、つい私もその言葉を使うのであった。 それはどういう女かというに、神戸の貿易省の礼状とかいうことで、神経療養の目的をもって、高原の空気を呼吸するために、女生や女中を幾人か連れて、夏頃からこの町へ来ているのであったが、美しさと贅沢さと交友の雑多なこととで、謎の女死されているのであった。彼女の屋敷は、 ご両輪のふもと、堺男爵の別所から班長を隔たった林の中にあった、それは勝者たるバンガロー式の小窓の多い建物で、外見はむしろ貧しかったが、内部の装飾のきらびやかさは、目を驚かすばかりであると、町の人たちは言っていた。謎の女の生命は、その原幸恵と呼ばれていたが、 雪絵は時々洋装姿を黒の一物にゆらりと乗せ、きっくつたる基礎の峠道を風のように走らせることがあったが、大概は男の連れがあった。一人は私の目の前にいるドリアン・グレーのような美青年で、もう一人は堺男爵家の宝刀息子のただなであった。私が今仕方、 この美青年を三度見かけたと言ったのも、つまり遠乗りに出ていく姿を道を歩きながら見かけたのであって、そういえば私ももう一度だけこの青年を見かけたことがある。それは今から半月ほど前に私が何気なく旅籠を出てご両輪の方へ行ったことがあったが、その道すがらのことである。 バンガローの横手まで歩いていくと、広い皇帝の中央に、かなり大きな温室が、夕日にガラス屋根を反射させて、秋霧の中に横たわっていた。と、その温室の戸が開いて、姿を現したものがある。雪絵と、そして美青年である。珍しいことには、 二人とも品服をまとっているではないか。私は思わず足を止めた。しかし二人はこの私には一向気づいていないらしい。水を渡り、また水を渡る。と雪枝が浪吟した。すると青年が後をつけた。花を見、また花を見る。 春風向上の道。覚えず、君が家に至る。でも、今は春じゃありませんわね。雪絵はこう言って笑い出したが、それは男のような声であった。春だって、時期に参りますよ。こう答えたのは青年であるが、その声の中には、 言うに言われない悲哀の調子がこもっていて、ひどく私の心を打った。すると雪江はまた笑って青年の方へ走り寄ったが、両手を前へ差し出すと、青年を軽々と抱き上げて温室の中へ入っていった。つまり姿を隠したのであるが、それから二人はどうしたろう。 なんで私が知るものか。とはいえ、私は歩き出しながら、こう呟いたのは事実である。温室の恋よ、蒸されたる恋よ。青年の方が受け身らしい。女の方が歳も上だ。さて、今のような甘ったるさでは、キッスぐらいでは済まされそうもないが。 それにしても、女のあの腕の力は、なんとたまげたものではないか。あの力でぐいと抱きしめられたとしたら。おお、青年は壊れるかもしれない。何の壊れたってよいではないか。壊れやすそうな青年よ。おもちゃのような青年よ。ところが、 壊れやすいおもちゃのような、その美しい青年が、長火鉢を前に、私の横に淡然と座っているではないか。私を待たれたとおっしゃると、何か御用でもあるのでしょうか。お菅さんの言葉を怪しみながら、私は青年へこう聞いた。すると青年は陰銀に、 しかしちっともくどくはなく、私の方へ頭を下げたが、ええ、と、いかにもういういしく、小声で言って口ごもった。どうやら頬をさえ染めている。先生は分子でいらっしゃいましょう。急に元気をふるい起こしたと見えて、青年はにわかに雄弁になった。 それでぜひともお伺いして、お願いしたいことがございますのですけれど、一面識もない私のことですから、たとえ親戸へお尋ねしましても、とてもお目にはかかれまいと存じまして、そんな馬鹿なことがあるものですか。私は中途で制したのであった。 いつだって構いませんからいらっしゃい。大体どんなお話でしょうね。それは、と青年はびっくりするほど態度や声をうろたえさせたが、どうもここでは申し上げられませんので。ああ、そうですか。ではいつでも私のところへいらっしゃください。 ところであなたのお名前は、結城よ也と申します。こう言うと青年は、無意味ではあるが、すごいほど美しく笑ったものである。三、以下、結城よ也の話。私の家柄から申しますと、 大名家族なのでございます。少々で予備になりましたが、父は陸軍の軍人で、そして死者区なのでございます。私は末子でございましたから、小さい時から可愛がられましたけれど、体があまり丈夫でないのと、性質がおとなしすぎましたので、軍人好みの父からは、 不甲斐ないものに思われていました。母は本当に心から私を愛してくれましたが、私が十歳になった時、亡くなってしまったのでございます。私は天性絵が好きで、才能もその方にありましたので、中学を終えると学問をやめて、先進その方へ進むことにして、 講習場通いを始めました。赤坂ため池の洋画研究会、あそこへ通ったのでございます。そしてこの基礎の福島へ、二月前に参りましたのも、美しい風景を描くためで、写生旅行だったのでございます。来てみて私は、基礎の風景が、 日本画向きのものであって、洋画の写生の材料としては、不向きだということを知りまして、少し失望はしましたけれど、それでも私は、毎日のようにカンバスを下げては出かけました。宮残しへ向かう峠の上から、ご両輪を眺めた風景が、ちょっと心を引きましたので、ある日私は三脚を据えて、 その写生に取り掛かりました。それから三日目のことでしたが、もう首通り出来上がっていたので、その日はなんとなく心嬉しく仕上げの筆を下ろしていますと、宮残しの方からひずめの音がさも軽快に聞こえてきましたが、私のちょうど後ろまで来ると、ふと止まったのでございます。 そうしてすぐ女の声でこう言っているのが聞こえてきました。感じの良い絵じゃありませんかなんて深みのある緑色でしょうね。あなたもやっぱりそう思われてすると、だらけきった男の声がこう答えるのが聞こえてきました。さようさよう、良い絵ですな。 もっとも私には絵のことなんか実は点でわからないのですがね。あなたが良いとおっしゃるのですもの。良い絵でなくてどうしましょう。まあ、なんて変な言い方でしょうね。酒井さんたらおかしな方ね。私この絵が気に入りました。ういういしいところが素敵ですわ。 まったく、初々しいところが素敵ですな。黙っていらっしゃいよ、馬鹿らしい。何にもわかっていないくせに。それでは沈黙しましょうかね。何もかも、あなたの行為のままです。男の声はこう言ってから、いかにも人が良さそうに大きな笑いを破裂させました。私はうるさく思いながらも、 どうすることもできませんので、黙って筆ばかりを動かしているうちに、どうやらこうやらその風景画はすっかり出来上がってしまいました。そうしてその絵は駆け根のないところ、私の制作のそのうちでは、傑作の部に属すべきもので、本当に勘の良いスケッチでしたから、嬉しく思わないこともありませんでした。で、 元気よく三脚を片付け、宿へ帰ろうと仕掛けますと、その時まで見ていた二人の者のから呼び止められたのでございます。あの、大変失礼ですけれど。こう言ったのは女の方で、派手な乗馬服を着ていました。何かご用でございますか私はこう言って立ち止まりました。 あの、大変失礼ですけれど、お書きになったそのスケッチを譲っていただくことはできますまいか。私は意外に感じながらも、多少得意でもありました。こんなまずい絵をでございますか。何をおっしゃいます、まずいなんて。立派な傑作ではございませんか。 しかし、と私は躊躇しながら、お譲りするということは、どうも本意ではございませんので、おいおい、君君、どうしたものだ。そんなこと言わずに譲りたまえ。その方が君のためになるんだから。不意に横から口を出したのは、酒井というにやけた男でした。 そうだ、その方が君のためになる。金ならいくらでも出すんだからね。君はこの方を知らないね。有名な、その原幸恵さんだよ。そうして僕は、井というものだ。酒井男爵の次男のね。へ、と私はそれを聞くと思わず口の中で言いました。 なんてくだらない奴だろう。男爵の次男がどうしたんだ。そこで私は苦笑を浮かべ、こう冷淡に言ってやりました。私はまだまだアマチュアですから、絵を売ってお金を儲けるということは心よしとしていないのですから、堺男爵のご次男だそうで、そうすると家族の若さまですね。 ところが私もそうなのですよ。結城磁爵の三男の吉屋というのが私の名です。この絵は売品ではございませんから、お売りすることはできませんけれど、せっかくご懇毛のご様子ですから、差し上げることにいたしましょう。こう言うと私は、その写生を雪江という人の手に渡して、どんどん峠を降りてきました。 4。そうして宿へ帰った頃には、その絵のことも彼女のことも、まして堺のことなどは思い浮かべようとさえしませんでした。次に書くつもりの画工のことを私は思い詰めていたのでした。ところが翌日の朝早く、彼女のところから使いの女が私を呼びに参りました。 昨日の絵のお礼も申したし、それにフランスから最近届いたメイガの本国がたくさんにあるからお目にかけたい、というのでした。メイガの本国なら見たいものだ。こう思って私は使い目について彼女の家へ行ってみました。さすがに自慢で呼んだだけあって、彼女の持っている名画の本国は いずれも立派なものばかりで、おかげで私はその日一日、目の正月をいたしました。やがて私は案内されて温室へ入ってみましたが、よくもこれほど集めたものと心から感心されるほど、品の花が集められてありました。そうして温室の飾り方も品風なのでございます。 と不思議にも彼女までが品風のことを言ったものです。私とシナとは昔から離れられない仲なのですよ。あなたを嫌いシナの風は。似合うにそうやりませんわ。あなたがシナ服を召されたらね。こんなことを言うではありませんか。そのうち堺も姿を見せ。 三人で愉快に話し合いましたが、最初に想像したよりも、酒井という男は好人物で、それに大変なひ金者で、軽口ばかりを聞くのでした。その癖本心は熱情化で、確かに彼女を愛しているのに、終生の表金がわざわいして、言い出すことができないという、一面から言うと、 気の毒な近代人らしい男なので、それが私の気に入って、すぐに親しくなりました。その日を最初にそれからというものは、毎日毎日彼女の家で日を送るようになりました。だんだん親しくなるにつれて、彼女の家の内幕が次第にわかってまいりました。 そのうち分けても私の目に怪しく映ってならなかったのは、料理人の木さんでございます。彼は純粋の関東人で、いつも汚い品服をまとい、弁髪をさえ蓄えていましたが、どういうわけか、彼女の家庭では一番勢力を持っていました。主人の彼女さえ木さんのためには、 時々叱られるほどでした。それにもう一つ、私にとって、どうにも不思議でならないのは、音室に入っている間中、どこか手近の地の底を、誰か掘ってでもいるような音が聞こえてくることでございます。どこから聞こえてくるのでしょうね。地を掘るようなあの音は、 何気なくある日こう言って彼女に私は聞いたものです。え音ですってどんな音何にも聞こえないじゃありませんか。い,いえ、聞こえてきますとも、地の底を掘るような物音が。しと突然鋭い声で彼女は私に注意しました。 驚いて彼女の顔を見ると、恐怖に満ちた燃ゆるような目が、ガラス壁を透かして庭の隅へ注がれているではありませんか。そしてその視線の落ちたところには、料理人の木さんが腕を組んで歩き回っているのでした。ある日彼女は私を捕らえて無理に品服を着せました。 ね、いい子だからおつけなさいよ。料理人の木さんが喜びますからね。で、私は着ることは着たものの、決して愉快ではありませんでした。どうしてコックなんかのご機嫌をああして取らなければならないのであろう。これが私には不思議でした。不思議といえば、例の境が、 最近めっきり表金がやんで気難しく憂鬱になったことも不思議といえば不思議でしたところがある日その境がむっつりとした表情を浮かべたまま一通の手紙を私の手へ黙って渡してよこしました手紙の文句はこうなのです呪われたる切符に気をつけよ 君は今日それを得るであろう。かつては、そうだ過去においては、僕のものであった、その切符を。無論、最初は何のことだか、私にははっきりわかりませんでしたけれど、その日の午後になったとき、その意味がわかったのでございます。私は彼女から音質の中で、 切吻されたのでございます。しかも熱烈な切吻を。その日以来、品式の温室は、私たちにとって、何より楽しい隠れ家となったのでございます。恋の隠れ家、切吻の場所、合い引きの庭となったのでした。そして彼女は、 料理人の騎さんに見られるのを恐れながら、際どい隙を伺っては、私を温室へ連れ込むのでした。あたかも騎さんが彼女の夫で、その夫の目を盗みながら、不義の快楽にでもふけっているように、私たちは快楽にふけるのでした。五。私たちは大変幸福でした。 美しい夫人に愛される。これ以上の幸福はありますまい。本当に彼女は中心から私を愛してくれました。私の方でも気がいのように彼女を愛しているのです。この上の欲には、例の魏さんが不気味の目をして監視しないように、そして堺が悲しそうな失恋の痛手に耐えないような、 哀れな様子をしてくれないようにと願うばかりでございました。けれど虫のよいこの願いだけは二つとも失敗でございました。さんはますます私たちの様子を像に満ちた目つきをしてちょっとの油断もなく見張るのでした。堺は堺で憔悴した元気のない顔を曇らせては やはり遠くから私たちの様子をじっと眺めているのでした。本当に気の毒な酒井さん。彼女はある時こう言って気がなさそうに笑いました。あの人は今に今よりももっと気の毒な身分になりましょうよ。それでもあなたは私の前には あの人を愛していらっしったのでしょう私はいくらかの嫉妬をもって、こう突っ込んでやりました。いいえ、愛してはいませんでした。いかにも愛しているかのような、そういうそぶりをしましたけれど、それが私の役目でしたものね。そうよ、私はそうするように言いつけられていたのですもの。 誰がそんなことを言いつけたのです私は驚いて尋ねました。あのね、それは。と言いかけて、にわかに彼女は言いよどみました。ふと見ると、温室の戸口の横の植え込みの影に人影が、喜三の影がちらりとさして、すぐ消え去ってしまいましたが。 確かに私たちの話し声を立ち聞きしたのにそうやりません。その翌日のことでしたが、彼女の家へ行ってみると、彼女は顔の半面を包帯しているではありませんか。どうしたのです、その包帯は。私の驚くのを手を振って制し、彼女は寂しく笑いました。 私、ぶたれたのよ。あの男に。でもね、いいのよ、そんなことは。さあ、温室へ行きましょう。きれいな花に取り囲まれて、きれいなあなたと話してさえいれば、私、それだけで満足ですの。そこで二人は、裏庭の温室へ入って行きました。 私たちはすぐに抱き合って、心ゆくまで接吻をして、並んで椅子へ腰掛けました。むせ返るような花の匂い、キラキラ差し込む日の光、そして不思議な地を掘るような霊の物音が、手近のあたりからひっきりなしに聞こえてくる。なんだか私はうっとりして、 彼女の胸の上へうなじを当て、いつまでも黙っておりました。すると、優しいすすり泣きの声が聞こえてきたではありませんか。そうして私の額の上へ、熱い雫が落ちてきました。彼女が泣いているのでした。不意の発作とでも言うのでしょう。 彼女は私を砕けるほど固く激しく抱きしめましたが、上事のような取り留めのない声でこう言い続けるではありませんか。死にましょう、死にましょう、死にましょうよ。私殺されるかもしれないのよ。殺したければ殺すがいいわ。殺されたって別れはしない。 殺されることが恐ろしくて、どうしてこんな恋ができるものか。あなた、あなた。ねえ、ヨシアさん。私どうしたって別れなくってよ。なんてあなたは美しいんでしょう。そうしてあなたの美しさは、いやらしい美しさではありませんわ。天使のような美しさよ。 私はあなたと会ってから、あなたの美しさを知ってから、心がまるっきり変わりましたのよ。そうして私のこの心変わりが、あの男には恐ろしいのです。それで私を告白して、あなたから遠ざけようとするのです。けれど私は、どんなことがあっても、 決してあなたとは別れやしません。あなたと別れるくらいなら、私はあいつらと縁を切って、あなたを連れて、どこへでも行って、それこそ世界の波堤でも行って、二人っきりで暮らしますわ。私はあなたの美しさによって、穢れている過去の私の心を清めようとしているんじゃありませんか。 でもそうしたら、キャツラは私を生かしてはおきますまい。私ばかりかあなたをさえ殺すに違いありませんわ。それではあなたがお気の毒ね。気の毒といえば、酒井さんも本当にお気の毒でございますわ。あの方はお金があるために、悪者たちに狙われているし。 あなたはあんまり美しいために、私のような悪い女に見込まれたではありませんか。親、畜生、またあいつがあそこから私たちを見張っている。本当に温室の戸口の陰に、気山が佇んでおりました。なんという凶悪の顔だったでしょう。 彼女はまたも私を抱きしめ、ヒステリカルな声を上げて、のべつにこんなことを喋りながら、額と言わず首と言わず、切符の雨を降らすのでした。見せつけてやりましょう。構うことはない。そうして本当に私たちも、行くところまで行きましょう。観楽の檻まで飲み干しましょう。 私たちの生命は短いものですものね。そうして真実、私と彼女はその日初めて温室の中でもろもろの花に移尿されながら恋の馬酒の最後の檻まで飲み干してしまったのでございます。六、結城吉屋の物語は、 なお長く続いたのではあったけれど、要するにそれは、料理人の喜三に対する反感と取り越し苦労とに過ぎなかった。喜三の持ってきた紅茶の中に、毒でも入っていたと見えて、それを飲んだ晩に、吐斜したなどと、そういったような話であった。私と幸恵とは、 あの男のために遠からず殺害されましょう。私にはそんなように思われます。ご迷惑のお願いかもしれませんが、私が殺されたとお聞きになりましたら、今日の話を父のもとまでお知らせくださることはできますまいか。これをお頼みしたいためにお伺いしたのでございますが。 最後に彼はこう言ったので、私は笑いながらうべなった。喜んで帰っていく彼の姿を、私は角口で見送っていたが、確かこんなように呟いたはずだ。あまりに恋愛が幸福すぎると、つい不安心にも思われるものさ。あの美しい青年は、 自分で自分の恋愛に不安の陰影を投げているまでのものさ。私の考えは正しかったと見えて、平和な基礎の福島町には、秋が行って冬が来て、その冬が終えて春になっても、これという事件も起こらなかった。福島の春の美しさ。 桜咲き、鳥鳴き、水流れ、夢のようだと言いたいが、その夢よりも美しい。町の人たちは芸者を連れて、妙見山へ出かけて行き、山々谷谷に咲き乱れている、薄紅の桜の花を酒の魚にして宴を開き、夜になるのを待ちかねて、ちょちんをともして山を降り、 町筋を陽気に練りながら料理屋さして繰り込むのであったおかげでみますやも繁盛しお菅さんの女将ぶりが自然に精彩を加えるようになった一人寂しいのは私であったいつか私の恋心がお菅さんの胸にも通じたと見えて 力のこもった握手の一つや、かわいい色目の二つや三つは、冬の頃からいただいていたものを、花見の客がむやみに立て込む今日この頃では、忘れたかのように、お菅さんはそれをくれようともしない。一人寂しいはずではないか。で、私は心でつぶやいた。 私は福島を祝福しまい。私は福島から去ろうと思う。さようなら、さようなら、さようなら、と言って。しかしやっぱりつぶやくばかりで断行することはできなかった。未練が残っているからでもあろう。そうして幾日か日が経った。 桜の花もいつか散って、野山に緑色が燃えるようになった。私はむやみに詠嘆した。おぎそじを今日もさまよううつろ心。明けびの花はやぶかげに見し。ひとり来てまたひとり帰る昼の山。声に入れつつひとりごと言う。などと、 うまくもない歌などを作ったというのも寂しいからであるこの時平和な福島の町の人たちを驚かせて不思議な窃盗が行われたご両林の麓にそびえている井男爵の別所がその唯一の被害者で 数十万円と値踏みされていたたくさんな骨董や貴金属や現金や衣類がほとんど全部地の底へでも沈んだかのようにことごとく消えてなくなっていた。調査の結果床下の土地に一筋の坑道が掘られてあってそれが意外にもその原家の温室へ通じているということが 世間へ発表されたとき、人たちはあっと言って驚いたが、そのその原家の温室の中、虹のように美しい無数の花に、すっかり周りを取り巻かれ、二人の美しい若い男女が、すがり合ったまま死んでいるという、そういう事実を聞かされたときには、町の人たちより、 この私がどんなに肝を潰したか。それでは、あの時のあの話は、みんな本当であったのか。思わずこんなように呟いたが、後の祭りで何の役にも立たない。私は無限の考えに打たれ、両親をさえ苦しめたが、 せめて約束でも果たそうと、結城義弥氏の原婦に当てて、長い手紙を書き出した。その手紙の中へ、こんな意味のことを私は記したように覚えている。全略、あなたのご子息義弥様は、立派なお方でございました。 その立派さが不定の女、その原幸恵と申す女は、品人喜三の妾でもあり、悪事の相棒でもあったそうですが、その悪者の女の心をさえ感化させたほどでございます。そして女のその変身は、真の悪者喜三にとっては大きな痛手だったのでございます。 それで紀さ山は二人のものを亡き者にしようと決心し、温室の中のいくつかの花へ強い毒薬を塗ったのだそうです。堺井家を襲った盗賊ももちろん紀さ山でございました。堺井家の巨剤を奪おうために紀さ山一味の盗賊どもはわざわざこの土地へ移転して参り、 雪えの美貌を虜にして、坂井家の子息をおびき寄せようともくろんでいたのだそうでございます。坂井家の財産とさ産とは、未だに行方は知れませぬが、逃げ遅れて捕らえられた賊の口から、やっとこれだけのことだけを聞き取ることができたのだと、土地の警官は申されました。火薬。 私が福島を去ったのは、それから間もなくのことであった。車の上、一目は民と目を返す。そこには姿、あらざりにけり。これが別離の歌なのであるが、つまり、いよいよ車に乗って福島の町を去ろうとした時にも、お菅さんは、 送ってもくれなかったのである。